朝倉智哲朝倉智哲昭和2年6月14日は日本の衆議院議員、弁護士、加賀国金沢出身、石川県専門学校、東京英和学校を経て、1885年に東京大学法学部専科に入学した。その後本科に移り、1889年に帝国大学法科大学英法科を卒業した。 渋沢栄一の地遇を得て第一、銀行法律顧問となり、さらに、浅野総一郎の法律顧問も務めた。また、東京法学院、東京専門学校、東京商業学校、専修学校、日本法律学校などの講師に就任した。1890年に弁護士となり、1896年には、日本弁護士協会の結成に参加した。同年、 東京市会議員に当選し、1898年には、同産事会員に選ばれ、さらに高級助役に就任した。1900年に起きた東京市産事会、収賄事件では、収賄罪に問われたが、無罪判決が言い渡された。1901年、原文一致会の会長に就任し、雑誌、新聞、新期限の発行に当たった。1902年、 第7回衆議院議員総選挙に出馬し、当選を果たした。1905年より、新川で農業、製塩業を営み、1913年からは、慶城府で弁護士として活動した。ありがとうございます。